突撃リーチェンジェル。皆さんこんにちは、リーチェンジェルのミキティこと西田美希です。とミルキーこと斉藤彩です。さあ今回、突撃リーチェンジェル関西初上陸ということで、今回の舞台となりますのはこちら、マルハン加古川店様です。やってきました。はい、やってきました。さあ本日ですね、私たちリーチェンジェル突撃リーチェンジェルということでですね、こちらマルハン加古川店様にお邪魔させていただきました。ちょっとミキさん待ってください。はい、何何急に。さっき面白い人見つけたんで、はい、ちょっと連れてきます。え、いきなり。え、オッケーオッケー。え、何急に。あ、こんにちは。はい、マルハン加古川店に、やってまいりました、ピロピロ店長です。ピロピロ店長さん。そうですね。赤いジャンパー着て歩いてるんで、はい、まあ、あのこういう感じでやってるんで、あ、まあ、はい、見かけたら赤いジャンパーといえばもうピロピロ店長さんということで、はい、はい、店内の様子をちょっとお伺いしてもよろしいですか。あ、もう全然それは、はい、はい、で、まあ、ぜひぜひ、はい、見ていてもらえたらと思いますんで、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてまた次回なんかあのジャグラーコーナーも増大されるみたいで。あ、そうですね、55ジャグラーが、はい、20代になりまして、計やっと80代、はい、ジャグラーシリーズが80代。はい、ジャグラーだらけですよ、本当に。ジャグラーだらけですね。はい、店長さん、はい、ありがとうございました。ということで早速ですね、私たちリーチエンジェルも店内にお邪魔させていただきたいと思います。はい、それではマルハンにゴー。突撃リーチェンジェルとは、この番組は勝利の女神リーチェンジェルが来店し、パチンコホールやお客様のご意見やご要望をもとに制作される完全オーダーメイドのパチンコパチスロ番組です。エンジェルの力量に応じて番組内容は多種多様、リーチェンジェルの成長にも注目ですよ。今回はどんな内容となるのか、こうご期待。こちらでは秘密の会議が行われているということで、早速突撃リーチェンジェルお邪魔してみたいと思います。失礼いたします。ちょっと今これは何をされてるんですか。これはですね、あ、別にやましいことです。そうですね、ちょっとこういったお客様の声のアンケートを当店では取っておりまして、その今会議を、はい、ピロピロ委員長をはじめタスクメンバーで会議を、まあ、お客様から実際いただいたですね、当店ではアンケートをこういったあの実際にお客様が書いていただいて投稿していただいたですね、こうやってこうみんなでこう話をしてどうするああする決めて。ちなみになんですけども、はい、一つじゃあ一番今ここで決まりはったお客様の声聞いた、なんか一つ一例でもいただけたら。はい、お願いします。ありがとうございます。このマルハン加古川店様でのお客様アンケート、こちらで働いておられるお掃除チームですが、とても綺麗にお掃除されていると思います。自分の家でもこれほど磨けるのでしょうか。とても気持ちがよろしいです。それに言葉遣いが上品ですし、態度も優しげです。いつも感心しております。ありがとうございます、というお声をいただいてます。これは嬉しいですね。こういう声を聞いて今後も活かしていこうと。はい、あ、そうです、そういった会議を、はい、しております。あとは要望系ですね、まあ、こうしてほしいなとか、あとはまあ私 の, あの携帯にもですね、ウェブであの次回トンブローで頼んでますので、まあ、こういうのが例えばもう店長あの入り口が寒いよ、入り口のところ寒いで何とかしてくれ、あ、なるほどな、じゃあちょっとそれにあの風防止策のやつをつけてみよう。例えばその、はい、ネットやられてないおじいちゃんおばあちゃんとかの意見とかはどうやってあの店舗様にこうやって
伝えさせていただいたらよろしいんですか。これはですね、入り口にですね、このアンケートを書くスペースがございますんで、はい、そちらに書いていただけましたら、はい、すぐ投函できます。わかりました。はがきも置いてますんで、今もで、はがきを書いていただいたらポストに入れるだけで届くようになってます。なるほど。ということはもうお客様の意見は全て吸収してますよと。そうですね、できる限り覚えてらっしゃいます。できる限り。無理なことはもちろん。無理なことは無理です。できないものはできません。あ、言ってくださるんですね。でもできないことはできないと。はい、じゃあもし今日働いているリーチエンジェルの西田さんが何かあれば店舗さんに今日じゃあメッセージ書いていただいたら、それまたやります。考えさせていただくと。よろしくお願いします。なるほど。はい、ということでこの秘密会議に潜入させていただいたんですけども、店舗の皆様このようにいろんな衣装のジャンパーを着て今日もね気合い十分となっております。さあ、そしてこの秘密の会議ではお客様からのアンケートをもとにですね、まあ、より良い、もう全然オープンしてるんでお店作りに、はい、はい、励んでるということで、ぜひね皆様このマルハン加古川店様遊びに来ていただけたらなと思います。25日ということで、早速こちらマフラン、マルハン加古川店様のジャグラーコーナーにお邪魔させていただいております。今日は突撃リーチエンジェルということで、私たちリーチエンジェルもですね、早速このジャグラーコーナーにて実践の方を行っていきたいと思います。早速では実践の方スタート開始させていただきます。上がってるんですよ。ガラコーナーだけではなかったです。見えますか皆さん。わこすごいですね。見てください、これ何箱ありますか。いやー楽しかったね、ミルキー。楽しかったですね。強いね、いろいろ全部立ちます。いろいろ強いね。ちょっと私も最後あのパンチングマシンですっきりさせてもらったんで、ちょっとね、最後にまたマルハン加古川店様に戻って店内の盛り上がり、はい、ちょっと要チェックしていただきたい、20時、21時、8時、9時ということで、ちょっとお邪魔させていただきたいと思います。行ってきます。ちょっとミルキー、はい、見てジャグラーコーナーがすごい。すごい。しかもすごいすごいすごい。手前にあるのがこれマイジャグラー2。マイジャグ。マイジャグやばい。マイジャグやばいですね。すごくないこのドル箱。こんなジャグラーから出ます。すごいよ。すごい出てますね。ちょっとミルキー隣も。隣行きます。あでも見てくださいこっちも。すごい。奥の方にもミンジャグと、そして奥エヴァンゲリオンとか花火とか同じノーマルタイ プ。やっぱりまあ25その、まあ、ジャグラーももちろん他のエヴァンゲリオンとか花火とかそういうノーマルタイプ、私の個人的な意見で今日はジャグラーとか言ったんですけど、みんな考え同じなんじゃないですか。すごい、こっちのコースももうお客さんいっぱいなんで、そう、いっぱいですよ。やっぱノーマルタイプいいんじゃないですかね。良さそう。だって夜の8時ですよね。そうか、この時間でこのお客さんはすごい。この時間でこの盛り上がりやばいですね。こんな普通お客さんつかないですよ。さあ、こちらゴスロコーナーの方ですね。人気の機種からおなじみの機種まで豊
豪華なラインナップになってます。しかも最新台はこちら沖ノ鳥トロピカルも導入されていて、このゴスロコーナーもですね、この時間になってもかなりの盛り上がりですごいことになってますよ。すごい、最新台もいっぱい。はい、ということで突撃リーチエンジェル、本日はこちらマルハン加古川店様にお邪魔させていただきました。はい、イエーイ。さあ今日はミルキーどうでしたか？実戦勝ちましたよ。勝ちましたね。勝ちましたよ。すごかった。もちろんミキティさんは、ミキティさんはですね、負けちゃいましたけど、引きが弱い私でもジャグラーでボーナス1回、ビッグボーナス、うちより早かったですもんね、ペカラさん。そうです、初当たりはすごい早かったんで。そしてあとゴスロコーナーの方にもね、お邪魔させていただき、まあ私はちょっと玄之介様に振られてしまったんですが、本当にあのバラエティ豊富な機種たくさん用意してて、最新台の方もね、ゴスロコーナーに入ってたので、すごい盛り上がりでした。あとジャグラー、そしてゴスロ、そしてゴッドとね、もう本当にすごい盛り上がりだったんですけど、でもスロットだけじゃなくて、そう、さっきミキティさんに言われてガロコーナー行ったじゃないですか。で今の時間帯でも、もう8、9時でも、今9時ですよね、9時でもまだいっぱいでした、お客さんが。すごいですよ、9時でそうなんですよ、ガロコーナーがいっぱい、うん、あのマックスのガロですよがいっぱいですからね。9時にいっぱいっていうのはすごいですよ。すごい。それに、ジャグラーコーナーの方も今もね、この時間すごいたくさんの方に、ご勇気いただいてて、私たちもまたね、あのゲームセンターから帰ってきてから打とうと思ったんですけど、ちょっと空き台がなかったです、うん、並んで打ってなかった。そうなんです、はい、でもそんなお客様のために、なんとマルハン加古川店様、この動画が配信される頃にはなんと80台に増大になってますので、すごい、はい、より多くのお客様に楽しんでいただけると思います。さあマルハン加古川店ではですね、本当に楽しんでいただけることが盛りだくさんなんですけど、それを要チェックしていただきたいのがマルハン加古川店のブログなんですよ。そうです、あのピロピロ店長ですか。ピロピロ店長がね、実際ブログを書いてらっしゃるということで、このブログにね、きっといろんなヒントが隠されてると思います。そうです、あの個性的な店長さんですから、きっとねブログも楽しんでいただけること間違いなしと思っております。じゃあミキティさん、はい、もう実践もして、はい、ゲームセンターでもいっぱい遊んで、はい、もう遊び疲れたんで、でしかももう次のね来るための情報とかも結構もう把握したんで、もうそろそろ帰りましょう。そうですね、はい、あの最後はあの恒例の突撃リーチエンジェルで締めましょう。はい、はい、それでは突撃リーチエンジェル、マッハン加古川店編でした。